群馬県あず郡長野原町大技長野原にある、東日本旅客鉄道あが線の駅である。寒い水下改札機設置駅。特急、草津の発着駅、及び長野原町の中心駅で、国際観光地草津温泉の最寄り駅となっている。隣の河原湯温泉駅より、東方約1キロメートルに建設されている8パダムの本体工事に伴い、 2014年10月1日から岩島駅当駅間のルートが切り替えられた。当駅は水没地域に含まれず位置も変わらないが、ダム関連工事が進むにつれて従前から駅前にあった施設は移転などで多くが取り壊され、現在の駅周辺は水没地域の大替地としての開発段階にある。なお、八波ダム問題に直面する長野原町の生活再検索の一つとして、 群馬県と JR 東日本は2011年度から長野原、草津口駅を改築する方針を固めた。従来の駅舎の西側に新駅舎が建設され、2013年7月27日に新駅舎の完成式典が行われた後、8月1日から新駅舎で業務が開始となった。1階に改札口とホームが設けられ、 バスタクシー乗り場も駅舎に隣接して設けられている。ホームから改札までは段差をなくし、バリアフリー化した。今後は駅前広場の整備が進められる。3年計画で掃除業費は14から15億円。島式ホーム1面2線を有する地上駅で、駅舎は3階建てである。駅構内には留置線が設けられている。2011年6月25日より、 新駅舎の建設のため、一番線を行き止まり、方式として通路を新設し、駅舎とホームが直接結ばれ、古戦橋は撤去された。旧駅舎の2階にあった改札口、自動券売機、売店は新駅舎の地平部分に、移設、2階の自動販売機、待合室、コインロッカートイレはそのまま損置され、タクシー会社の事務所が入居したが、 旧駅舎は2013年度中に解体された。直営駅であり、管理駅として、川原イ温泉駅、大前駅間の各駅を管理している。2006年に緑の窓口が廃止され、その代替として、もしもし券売機カエくんが設置されたが、2012年2月13日をもって営業終了し撤去された。現在は指定席券売機が設置されている。 JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は741人で、ある利用客数1。あがつ線の友人駅では、渋川駅、中野城駅に次いで3番目に多い。近年の推移は以下の通りである。バスターミナルタクシー乗り場は大前方にある。2013年8月1日より、 長野原草津口駅の新駅車供用に伴い、バス乗り場とタクシー乗り場の配置が変更となっている。東日本旅客鉄道ガツマ線、川原湯温泉駅長野原草津口駅群馬、大津駅日本国有鉄道長野原線、大使線長野原駅大使駅長野原駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。